フィッツ・ウィリアム美術館フィッツ・ウィリアム美術館は美術品やアンティークを収めた美術館でケンブリッジ大学の一部である。1816年にリチャード・フィッツ・ウィリアム施爵のコレクションをもとに設立された。フィッツ・ウィリアム美術館はアンティーク、工芸品、コインやメダル、写本や書籍、そして絵画や素描の5つの部門からなっている。アンティークには古代エジプト、 スーダン、ギリシャ、ローマ、アジア、キプロス等由来のものも含まれている。工芸品にはイギリスまた、ヨーロッパの陶器やガラス製品、家具、時計、甲冑、中国、日本、韓国の美術品、ラグ等も含まれる。絵画作品には、マルティーニ、ドメニコ・ベネツヤーノ、キツヤーノ、ベロネーゼ、ルーベンス、バンダイク、ハルス、カナレット、ホガース、コンスタブル、 ゲインズバラ、モネ、ドガ、ルノワール、セザンヌ、ピカソといった巨匠たちの作品が含まれている。多くの作品はケンブリッジ大学からの貸し出しという形になっている。例えば、セザンヌやスーラといった印象派の作品はキングス・カレッジが所有している。また、マドックス・ブラウンといったラファエルゼン派の作品も所蔵している。加えて、16世紀のエリザベス女王時代に、 ウィリアム・バードや、ジョン・ブル、オーランド・ギボンズ、トマス・タリスが残した楽譜も所蔵している。ありがとうございます。